完全裏境。あ、逆族いけるんや、選べる。あ、これすごい、なんかアイテム回収できるやん。お、すげえ、遊覧飛行自動的に撮れましたね。こんなやっぱあんにゃ、めっちゃどんだけ飛ぶっていうのあんにゃね。はい、どうもポテモス協会でございます。というわけでストーリーの方は動画にしておりませんけども、ただいまホライズンゼロドーン、フォービドンウエストの方やってるんですけども、裏世界に行ける方法を見つけました。まあ、方法というか、誰でも行けます。難しいこと何もしません。で、行ける場所はですね、ここ。わかるかな？これ。水中洞窟洞穴。まあ、これ波マークね。これ出るところですね。まあ、全体地図見ると、ここです。はい、近くに何があるかな？ここですね。ネッサの槍があるところの北側にある洞穴というところですね。水中洞窟の洞穴。はい。こちらなんです。で、入り口の方は、こっちが西側の入り口から入ります。まあ、どっか違うでも行けるんですけど、こっち側の方が行きやすいです。で、何をするかというと何もしません。泳いで行けば入れます。勝手に裏下がり、裏世界に行きます。まあ、こう普通にこう泳いで行きますね。で、反対側から入ってきた場合は、水に流されて出てくる場所があるんですけども、そこの先なんですけど、行き先はここだったかな？ここですね。これ入っていきます。これ入ります。ちょっとね、開けたところがあるんですよ。ちょっとだけね。ある。水中むずいね。これちょっとね、ちょっとだけ開けたところ。明るくなるところですね。ここのところにね、もうね、穴が開いてるんですよ。どこやったかな？入り口がそこな。これ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 。これ。あ、じゃあ、これは普通のやつや。これの入り口、こっちね。来た道ね。横にこういう穴あるんです。これ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 。これ。これ、ね、不自然に穴が開いてるんですよ。で、これ、私グリーン社員探してたんですけど、この奥かなと思って行ったんですよ。えらい目に遭いました。はい。まあ、とりあえず上がってみましょう。入んのむずいな、このゲーム。R、はい。上がって。ちょっと上がってください。ちょっと、そう。ここね。もう最初から、こう、穴が開いてます。で、もう、やばいっしょ、なんかもう。やばいでしょ、これ。いや、何にもしないんですけど。ほら。上がれんのかな？上がっていってみるか。なんかね、もう、害なんすよ。洞窟害なんすよ、ここ。で、マークとかもついてるけど、なんねん、これ。おそらく俺がつけたバロアのマーカーだと思うんですけど、いませんよね、これ。音がやばい。そのうち、修正されると思うんですけど、上がっていってみようか。ほら。はい、裏世界ですね、もう完全に。完全なる裏世界。裏世界来ました。これわざとでしょ、これやってんの。うん、完全裏世界。あ、逆族。いけるんや。選べる。あ、これすごい。なんかアイテム回収できるやん。お、すげえ。アイテムの回収できます。え、抜けた抜けた、これ。これなんかタイムアタックとかできんじゃねえの？こういう感じ。ねえ、タイムアタックで使いそう。ちょ、もう一回行ってみよう。よし、戻ってまいりました。裏世界。じゃあ、一回行きましょう。よいしょ。行って。ちょっと浮いて。入る。入れない。よし、行ける。よし、裏世界。どうなってんだろう、これ。脱出できる裏世界となってくると、タイムアタックとかでも使えるかもしれんね、これね。まだマップ外には出てないな。まあ、洞窟っていう認識ですね。下の方ずっと行くことになんかね、永久に落ち続けたんですよね。まだまだちょっと謎深いですけど。マップ出ましたね。このままどっか進めたりできんのかな。あ、落ちた！おー、耐えてる。なんなんやろ。月があるんですよ。おー、落ちた！やばい、これだ、これになった、これだ、これだ。あぶねー。こうそう、上に上がっても何や、下に行ってもなったんやけどね、これ。これね、永久に降り続けて、この、
シールドのこのパラソルみたいな、やめると落下死します。ちょっと行きたいなぁ。完全なる裏世界。いろいろってちょっと可能性もあるんじゃないのかなと思いまして。まあ、結構有名なバグやったら知りませんよ、これ。一応アップデートしても残ってます。先日行われたアップデート。本日、27日なんですけどね。2022年2月27日の時点では、できてます。28日 ?27 日やね。そうですね、27日の時点では、大丈夫です。やれてます。これどこまで降りられるんだろう、ちょっと掘ってみるか。目的地からは、目的地に近づいてんねん、一応、数字的には、ほら。お、すげえ。遊覧飛行、自動的に撮れました。こんなやっぱあんにゃ、めっちゃどんだけ飛ぶっていうのあんにゃね。これ、トロフィー余裕で撮れません、ここやったら。裏世界。一生飛びますね、これ、多分。近づいてんのかなぁ。やっぱあったやん、そういうトロフィーはね、僕ね、攻略サイトと全く見てないんで、トロフィーが何あるかも知らないんですけど、結構飛べるなぁ。でもこれ終わらないと思いますね。泳げてる間が良かったと思うんやけど。まあ、一旦一応やめてみますか、これね。と、こうやって死んじゃうと。わぁ、落ちていった。はい。そして死にますと、あとこの、何ですか?逆族がいるところ。逆族がいるところが始まりますんで。まあまた適当にこれ、ああ、これ、洞穴ね、向かってもらったらいいかなと思います。はい。まあとりあえず、ちょっと、いろいろとやり方が、なんか、使えるかと思いますんで、バグを利用した、なんか、リアルタイムアタックとかね、やられる方がいたら、ちょっと、参考にしてもらえればいいかなと思います。というわけで、裏世界。見つけちゃいましたとさ。パティパス協会でございました。ご視聴ありがとうございました。